ベントのタイトルといい、もう俺のための大会かなと思ってます。人生ってもう本当みんなそうじゃないですか。思い通り行く人なんて本当限られた人で、大概夢は叶わないし思い通りにはいかないけど、まあ生きていくしかない。真剣勝負しがいのある対戦相手だと思います。男として価値がある男だと思います。動きながらのこれすごくいいから、もうそれはもう当てなくてもいいから、これだけでいいの。自分の手を全然何も関係ないってことですか。ああそうそうそう、やるから。ガッてきてもうフルパワーで決めに来そうです。俺もそう、そう、もう本当に最初の30秒信じろ、運命を信じろ。激動の時代を生きた戦国の戦人、北岡悟、出るぞ。良くないですか、優勝みんな。いや別に特にこう自分で凝視するものではないと思うんで、はい、でもこの入場見てなんか今日は勝つなとか負けるなとか分かるらしいです。要はまあなんか上がりきってるかどうかとか分かるんじゃないですかね、気持ちが。プライドとライジンの狭間に咲いた花々たち、夢の続きを信じ戦い続けた者たち、やれんのかと言われたらやるしかなかった男たち。すれ違ったり並走したりしながら今ライジンで交錯する川尻達也と北岡悟のやれんのか。はい、さあ第1ラウンドが始まりました。背中にテープがあるのが黒いトランクスの川尻、そして白と緑のスパッツが北岡悟です。最初1ラウンド目は受けてくれたんで、あそこまでこう完全な受けしてくれたからやりやすかったっていうのはありますよ、ね、さあいきなりテイクダウン狙いです。離れ際右のフック、ちょっと北岡のパンチも入ったか。切るところから全て始めようみたいな感じで、はい、実はこの切られてこの1個バックブロー打ってて、これが浅く入ってるんですよね。これ実はこれ多分ね、実は効いたんじゃないかなと思うんです。これがストレートの伏線になってんだと思います多分。左ストレート北岡入れた、ドンピシャ入りましたね。今ちょっとやっぱり反応が良くなかったような気がしますよね、はい、実戦も1年2ヶ月川尻さんの方がないわけなので。さあ北岡、これギロチンもありますよ。膝を入れながら膝両者なし、コントロールしてるが北岡です。グラウンドに持ち込むか。これポジション自体は藤井さんどう見てますか。そうで、ガブリはもう本当に強いと思いますね。なかなかちょっと外せなさそうですよね、はい、これもだからリアクションがないので結構無理やりな形で、これで僕今左脇腹痛いまんまなんですよね、無理やり締めたんで。ああちょっともらった。やっぱり1ラウンド目取られたから取り返しに来てて、でもだからこそタックルが決まるというか。右をなんとか刺して倒せるか左刺してますか。倒せるか。しました、ついに。このタックル大きかったですよね、はい、ストレート以上に大きかったと思います。相手なんか体力的にというか、いやでも温存してたんだと思います。もう守ってるだけで自分がロスしないようにしてましたね。だから絶対最後巻き返してくるなっていうのはもう分かったんで。ちょっとギアを変えて、はい、そうですね、テンポが速くなるんです。だから逆に僕はもうそのずっとその時間を作らさないように、もう引き込んでもいいから組もうみたいなのをやったっす最初に。ちょっとパウトもらいました、はいはい、もっと強烈だと覚悟したんで、これは何ですか、政府のラインにさばけたなと思っています。自力で立つことができたんで、はい、
でアームロックプレッシャーで負荷を言わさせないようにできて、軽く効いてました。もう計算してるんですよ。もうこれでも最初の1ランダムのぶっ倒れ方の印象の方がでかいでしょうと思って、あとはもう大きい印象を作らせないようにっていうふうに思ってました。ジャッジ和田、それじゃあ一応もう一回言っときましょうか。明日からまた行けるぞ。ありがとうございました。皆さん気をつけて帰ってください。夜の活動にチケット持ってる人はどうぞ来てて。本当にありがとう、カジさん。本当にカジさんのことです。頑張って。頑張ります。ありがとうございます。本当にありがとう。本当にありがとう。いや、本当にありがとう。戦ってよかった。いや、ありがとうございます。好きだよ。ありがとうございます。本当に大好き。ご縁に、本当にご縁に感謝した。ありがとう。僕、全然気にしなかったんですけどね、やれるのかっていうタイトルは。カジさんの方がそこを背負ってくれて、まあ、あなたが勝ち残ったんだから頑張ってみたいなことを言ってもらえたんで、やんなきゃいけないなって、まさにこれからやれんのかっていう、ライトギグランプリやるっていうのであれば、まあ使命感持って、より使命感持ってやろうって思ってるんで。また来ちゃったよ。北岡は何でも教えてくれるからな。大晦日も勝ったことだし、モテモテだろ。いや、残念ながら別に年明けて増えてはいないですね。そういえばジムで生活するのやめるらしいな。今年も来人出そうだからっていうことで借りることにしました。はい、これで女の子も呼びやすいな。はい、部屋、はい、そうですね、はい、そのために部屋借りるんだとか言う、そんな話じゃないし、本当にやっぱりこう、ちょっと待ってください。追い込みすぎでしょ。ノーコメントで。やばい、これやばい、これ使わないでください。使えない、全部使えない。それやめてください。